listening to Shibuya Cross FM. プレゼンツライフイズミュージック、はい、今日も素敵なコールとともに始まりましたプログラム音楽マンションプレゼンツライフイズミュージック。こんばんは、音楽マンション管理人の越野光弘です。毎月第1と第3火曜日の午後7時からの50分間、ここ渋谷クロス FM のサテライトスタジオを音楽マンションの管理人室に変えて、素敵なゲストとのトークや多彩な音楽家の演奏をお楽しみいただきます。お手伝いいただくのはパートの彩子さんです。皆さんこんばんは。本日もここに勤務しておりますフリーアナウンサーの小松原彩子です。どうぞ今日も最後までお付き合いくださいませ。なお本日もこのスタジオ、感染対策万全でお送りしてまいります。ではここで一つ皆様にお知らせです。前回告知のありました北区赤羽の渋沢一フェスティバルは緊急事態宣言の発出により延期となりました。5月22土曜日、23日日曜日の開催予定となりました。先週末の開催を楽しみにしてくださっていた方、残念でしたが、ぜひ5月22、23日楽しみにお待ちください、ね、緊急事態ね、早く終わるといいですよね。本当ですね。はい、さて、今年の9月にいよいよ日本女子サッカープロリーグウィーリーグがスタートすることになりましたけども、はい、この度女子サッカー界の、ね、名門チーム、はい、日テレ東京ヴェルディベレーザが北区にある味の素フィールド西ヶ丘、これをホームに活動されることになりました。そこで本日の最初のゲストは日テレ東京ヴェルディベレーザ監督の竹本和彦さん、はい、そしてスポーツライターの松原圭さんをお迎えしております。それじゃあ彩子さん、プロフィールをお願いいたします。はい、では早速ご紹介させていただきます。まずは竹本和彦様です。1955年11月22日生まれ、愛知県のご出身です。早稲田大学ご卒業後、1980年、読売クラブ、現在の東京ヴェルディジュニアアンダー22のコーチを皮切りに、86年から96年までの11年間読売声優ベレーザの監督をお務めになったほか、ガンバ大阪、柏レイソルなどで一貫して指導者、チームマネジメントとしてご活躍。そして2014年に東京ヴェルディに復帰し、ゼネラルマネージャーに就任。2021年現在は日本女子プロサッカーリーグウィーリーグスタートとともに、日テレ東京ヴェルディベレーザの女子強化部長兼監督に就任なさっております。そして私の目の前にお座りいただいているのがスポーツライターの松原圭さんです。東京都のご出身です。小学校3年生から6年生まで地元世田谷の FC アマゾネスに所属、都大会準優勝、世田谷選抜の経歴を持つサッカー少女でした。2002年、成蹊大学文学部ご卒業後、芸能活動を開始。スカパーや BS フジなどのサッカー番組でのキャスターやレポーターを務め、2006年以降はスポーツライターの活動をメインに、国内外の現場を中心として精力的な取材を続けていらっしゃいますという素敵なお二方です。どうも改めましていらっしゃいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。竹本監督は私にとって、ね、大学の先輩でもあるんですけれども、はい、ご卒業後はもう一貫して指導者としての道を歩まれてきたんですが、そうですね、はい、中学高校時代から、まあ、サッカー選手だったんですけども、まあ、その時の指導者コーチ像に憧れて、うん、もう大学時代からもうサッカーの指導者になるという夢を持ってまして、はい、で大学時代からその道で進んできてます。で、まあ、読売クラブ、今のヴェルディの前身ですけど、はい、その創世期に、関われまして、はい、でその後、ガンバとかに行くんですが、まあ、非常にこう指導者やってて嬉しいのは、
やっぱ選手が成長する、うん、チームが成長する、うん、そこにこう自分の力を加えるということですね、うん、でやっぱ長くやってると、記念すべき、まあ、嬉しい記憶というのは、はい、やっぱ2011年ですね、はい、ダブルなんですけども、はい、なでしこが優勝したと、はい、世界で、はい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 、まあ、この時は教え子の澤穂希とかが本当大ブレイクをしまして、バロンドールも取りました。それからもうその年なんですけども、あの私が所属していた柏レイソルが J1 でやっぱ優勝しまして、はい、その年は非常に記憶に残ってる。あれは J2 から上がってすぐとか、そうなんです、なんかもう本当にそんな劇的な優勝だったんですよね、はい、あのこの世界はいいことばっかりじゃないので辛いこともあるので、はい、J2 に落ちたんですけども、はい、2010年は J2 で、はい、優勝して、で上がって即 J1 でも優勝という、はい、そういうことを柏レイソルで、できまして、非常にやっぱ記憶に残ってますね、うん、なるほどね。いや、今度ね、北区をホームにしていただくっていうんで、はい、あの地元の信用金庫の常務さんが柏レイソルの大ファンで、ちょうどその時になんかね、もう応援してた、あっち蹴って、もうあっち切れて応援したっていうんで、なんか盛り上がったっていう話も伺いましたけどね、はい、まあ、そういう竹本さんですけれども、今年2021年、これは日本の女子サッカーにとって、本当に歴史的な年になるんじゃないかと思うんですけど、そうですね、まずは東京オリンピックですよね。私自身は2度目なんですけども、はい、東京オリンピックが7月に、あるんですけども、まあ、これ当然メダルを期待されて、うん、選手たちも、うん、世代別のワールドカップが女子の世界ありまして、はい、アンダー17アンダー20で、日本は優勝しておりまして、うん、世界のタイトルを取れる子たちが今、うん、ちょうど23、4、はい、その辺に来てるんですね。ですから期待はとてもできると思います、うん、ただ大会ですからやっぱ難しいですけども、うん、いろんなヨーロッパのチームやらねあるんですけど、でもその大会でなんとかメダルを取って、で追い風吹かして、そして9月から初めての女子のプロサッカーリーグがスタートするので、そこに追い風になってウィーリーグ開幕を迎えたいと思ってますね。なるほど。そうすると本当にね、もう金メダル、そしてウィーリーグ開幕、そうですね、こうなるとね、一番いいところですね。それではここでそのウィーリーグの理念をご紹介する映像がありますので、これをご覧いただいて、ウィーリーグについてさらに詳しく伺っていきたいと思います。とっても素敵な映像でした、はい、こうね、コロナの後ね、新たな社会を切り開く必要がある今だからこそ、女子プロサッカーリーグをスタートしようっていうね、そういう意気込みがなんか強く感じられたような気がします。今年9月に、スタートするウィーリーグっていうのは、はい、こちらにちょっと出てますけども、全国で11チームが参加する女子プロサッカーリーグ、はい、1989年なでしこリーグ開幕の年にベレーザの監督を務めておられた、はい、竹本監督なんで、なんかすごく感慨深いものがあるんじゃないかと思いますが、そうですね、1989年なでしこリーグ、うん、日本女子サッカーリーグが、6チームで開幕して、まあ、それは
アジア大会、それから初めての女子のワールドカップができるということが決まりまして、じゃあそのための強化としてリーグ戦をやろうと。でその時、まあ、ベレーザも参加したんですけども、その時の監督が自分で、まあ、その時に関われたというのは本当にご縁なんですけども、ご縁というか嬉しかったことなんですけども、また今回、ウィーリーグ、プロリサッカーリーグとして、アマチュアじゃなくてプロのリーグとしてまた開幕する、またそこに関われるという、非常に個人的にはすごく、まあ、嬉しいというか、びっくりしているところもあるんですが、やっぱそれだけ女子サッカーもこの30年間で苦しいこともすごく多いんですが、経営難になるとか、ただそういう中を選手たちがやはり頑張ってくれて、関係者が頑張ってくれて、やはりこの開幕を迎えられるというのは非常に大きな成果だと。ただこれからですから。なるほど、はい、そうですね。松原さんは今回のウィーリーグ発足についてどのような思いをお持ちですか？そうですね、やはりこうすごく節目の年だなというのは感じるんですが、今秋元さんもおっしゃったように、それこそこう作って来られた方々がいて、もう最初はそれこそ月謝を払いながらサッカーをしていた時代から、2011年に女子ワールドカップドイツ大会で日本が優勝して、またちょっとこう環境が良くなってきて、ただまたちょっと2016年に五輪予選で負けてしまって出られなくなって、ちょっとこう人気も落ちてきちゃった中で、またこうやってまた上がっていこうっていう、この今の時期にまたできるっていうことで、すごくここぜひ成功させてほしいなっていうのもありますし、やっぱり海外と その比較っていう意味で言いますと、ビッグクラブの例えばスペインであったらバルセロナとか、イングランドのマンチェスターシティといったビッグクラブの男子チームがこう牽引して、海外はプロ化を、女子のプロ化を進めているんですけれども、まあ、そういうやっぱりこうヨーロッパのチーム そのレベルアップが、その代表のレベルアップにもつながっているので、まあ、それがやっぱり人気にもつながってきますから、まあ、そこに日本も負けないように追いつくという意味で、まあ、人気もぜひこう上がるようなリーグになってほしいなと思いますね。理念とかね、こう社会に与えるインパクトっていうのも大事だけど、やっぱりスポーツの世界は勝たないとね、つまんない ね、やっぱり世界で勝てるチーム作りっていうのをぜひねしていただきたいと思いますし、それからね、我が北区、ね、それから板橋区をホームタウンとする日テレ東京ヴェルディベレーザですけども、はい、これもやっぱり勝ってもらわないと盛り上がらないというふうに思うんですけど、松原さん、はい、今年のベレーザはどうですか、ご覧になって。ですね、まあ、去年からちょっとメンバーが結構、まあ、このWeリーグ元年ということで変わった部分もありますけれども、その11チーム今回Weリーグに参入するこう初年度のチームの中で平均年齢一番若いチームなんですよね。でやはりこうベレーザというと、この下部組織のメニーナからたくさんこう選手が、やはり即戦力となる選手たちがこう上がってくるので、まあ、特に今年は19人中16人がその下部組織の選手、ただその新加入の北村菜々美選手とか、10番をつける小林選手、また遠藤純選手などこう、その下部組織出身でない選手たちが、まあ、こうチームのスケールを大きくしているなっていう感じがしますし、あともう今年はママさんWリーガーの岩清水選手も、ぜひ活躍してほしいなっていう期待がすごくありますね。あとでちょっとインタビュー出てきますけどね、そうですか。この19人っていう人数っていうのはやっぱりそんな多くはないですよね。そうですね、やっぱ24とか一つのポジションに2人、ぐらいは欲しいんですけども、まあ、今年は少数精鋭といいますか、もう一人一人が19人全員が、この優勝に向けてですね、必要なピースというのは改めて選手にも訴えてますし、それだけの力を持った選手がいると思ってます、うん、で今松原さんが言われたように11クラブ中一番平均年齢が低いんです。なるほど、はい、ただサッカーの、IQ とサッカーの戦術理解と、うん、それからテクニックと、うん、それから運動量、うん、動ける、うん、それから強い精神的なゲームを勝つという、うん、ストロングをチームにみんなで持ってですね戦っていきたいと思います、うん、であと育成が、すごく大事なんですけども、うん、
まあ、メニーナというチームがありまして、はい、あの株です、はいはいはい、そこに、アンダー19世代17世代のまた代表選手たちもいまして、非常にタレントがまた豊富なんですね、うん、まあ、その子たちに頼るわけではないですけども、うん、その子たちを味付けにして、19プラス、まあ、4-5という編成で、まあ、今年はまずスタートはしてみたいと思ってます、はい、でもそういう意味ではこうずっとあのベレーザ全体をもしくはヴェルディメディーナも含んだ全体をご覧になってきた竹本監督がいらっしゃるっていうのは非常に原動力に優勝への原動力になるんじゃないでしょうかね。はい、それじゃあここで、清水梨紗選手、植木理子選手、岩清水あずさ選手のインタビューをご紹介します。清水キャプテンは3月、植木選手、岩清水選手は先日4月17日の、ジェフ市原とのトレーニングマッチの後の収録だそうです。それではお願いします。まあ、本当去年に引き続きのキャプテンということで、まあ、1年目とはまた違う姿を見せれたらいいかなと思います。まあ、本当にベレーザは、うん、勝って当たり前ですし、まあ、チャレンジしていく姿っていうのはすごく、まあ、ベレーザの象徴的な面でもあるので、まあ、その自分が誰よりも強い心を持ってやっていこうっていうふうには、まあ、いつも思ってます。まあ、やっぱりサッカーしてる姿で、まあ、プレーで一番見せることが大事なのかなと思ってて、まあ、自分のプレースタイル的にも、うん、オーバーラップしたりたくさん走ったりするので、まあ、そういう姿をと、まあ、チームメイトに見せながら、まあ、ちょっとでも自分も頑張ろうって思えてもらえるようなキャプテンになりたいなとは思います。まあ、もともといろんな人と喋るので、まあ、そこまで何かを意識してるわけではないですけど、いろんな人と、まあ、サッカーの話をしたり、まあ、それ以外の話も、まあ、なるべく多くしようとはしてます。まあ、本当 WE リーグ初年度っていうことでベレーザ優勝を目指して、頑張っているので、まあ、その、うん、優勝できるようにチームが勝てるように自分ができることを精一杯やりたいなと思います。初めてだったので、まあ、チームとして まず、まあ、練習試合ですけど勝つことを一番に取り組んできた中で、まあ、結果勝ってたっていうのはすごいプラスにつながる試合だったなと思います。と最後にいたユウさんにボールが出た時点で、まあ、とりあえず時間も早かったですし、まあ、中でクロスを受けれるようにって走ってたんですけど、まあ、その時にユウさんと目が合って、まあ、来るなと思いながら走って、最後は、まあ、ボールを見ながらっていうよりかはとりあえずなんか入れって思いながら突っ込んだ結果も入ったので、まあ、でも自分らしいゴールかなと思います。まあ、やっぱり、まあ、1人でも2人でも観客の方がいるっていうのはすごい自分たちにとってもモチベーションになりますし、自分たちが頑張ってる姿が、その観客の皆さんの何か力になればいいなと思うので、そういった意味でも今日の試合はやっぱり特別だったなと思いますし、ウィリーグとかプレーシーズンマッチに向けて、まあ、すごいいい機会だったなと思います。まあ、やっぱり去年は正直、まあ、不甲斐ない1年だったので、今年は、ね、多くの点に絡んでチームを勝たせられるように頑張りたいと思います。まだまだ自分の中ではまだまだっていう点は多いですけど、その中でもこうピッチに立ててる嬉しさっていうのがの方が大きいので、まあ、今日は、相手も来てもらって、すごく楽しい時間を過ごしました。そうですね、久しぶりに、まあ、今ねコロナで練習も入れない状況なので自分のプレーしてる姿って
まあ、今日初めて多分見せたと思うので、まあ、皆さんも本当にやってるんだっていう風に見てもらったと思いますけど、まあ、これからもうちょっとコンディション上げて、戦えるように頑張っていきたいです。いやまだまだですね。でもまあ戻る、どこまで戻れるかなっていうところもあるから、その 100% 戻るかどうかわからないですけど、まあ、その中でも今まだ50らへん50、60、まあ、ピッチに立てるレベルなので、はい、もうちょっと上げていきたいです。なんていうんですかね、ピークを持っていくところがちょっとそれぞれというかっていう難しさはある。あのオリンピックがあるのでちょっと難しさがあると思います。あのそこをピークに持っていく選手っていうのはもう体作れてると思うし、自分たちだったら私に関してはまだ45分しかやれてないとか、そういったまちまちなので、まあ、そういった中でも一緒にやる時間っていうのを大事にして、あの合わせて戦っていくべきなのかなと思ってます。そうですね、まあ、その33番のユニフォームを着てピッチに立てるかどうかもまだこれからこの、ね、チーム内の争いっていうところあると思うので、まあ、そこに向けて頑張りたいなと思いますけど、まあ、母になりそれでもまあ負けたくない気持ちとかそういったところを、まあ、サッカーの原点ですけど、あの負けたくない気持ちとかそういったところはプレーに出してしっかりやりたいなと思ってます。息子さんとのイメージを楽しみにはい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。いや今ねお話ね見ながらしてましたけど、はい、いや清水選手2011年のあの優勝メンバーの一人ということでね、はい、また彼女があの力が必要なになってくるタイミングというのは絶対ありますね。はい、ママになっても現役でね頑張っていただいてすごく励みになります。そうですね、うん、はい、それではあのいよいよプレシーズンマッチ、オリンピックを挟んでウイリングのプレシーズンマッチが始まるんですけれども、ベレーザは5月に3試合、6月に1試合が予定されています。特に5月30日は北区の味の素フィールド西ヶ丘で開催されます。対戦相手はアルビレックス新潟レディス、キックオフは14時、チケットの発売が5月の16日に決まりました。こちらは日テレベレーザのウェブサイトでご確認をいただきたいと思います。 CS 放送等もあるようですのでお楽しみいただきたいと思います。それでは最後に改めてウイリーグに臨む竹本監督に意気込みを聞かせていただきたいと思います。はい、あの栄えある第1回のウイリーグに向けてですね、まあ、ベレーザ優勝することが命題ですから、まあ、そこに向けて、頑張ります。ただそれだけじゃなくてウイリーグ自体があの盛り上がる各チームとあのお客さんが来ていただいて楽しめる試合を、特にゴールを取り合うようなそういう試合をやりたいと思ってます。ぜひあの西ヶ丘にあのまずは足運んでいただき、あの彼女たち の, あの精一杯のプレーをですねあの見ていただきたいと思います。足を運んでください。はい、ありがとうございます。ぜひ ね、行きましょう。僕ね、5月30日見に行きますからね。はい、皆さん行きましょう。はい、はい、日テレベレーザーをね、はい、我々ホームタウンの一員として、はい、これからも応援していきたいですし、はい、オリンピックに出る選手もいると思いますんでね、ぜひ声援を送りたいと思います。はい、そうですね。はい、高野さん、松原さん、本日はどうも本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。期待しております。ありがとうございました。貴重なお話、また力強いねお話をいただきました。これからの試合楽しみですね。ぜひ皆様もスタジアムの方にね足を運んでくださいね。よろしくお願いいたします。さあ、それでは続いてお二組目のゲストさん、はい、お越しいただきました。どうぞそちらの方にもお着席いただきましょう。はい、本日二人目のゲスト、二組目のゲストは、はい、バイオリニストの柴田恵那さんです。早速柴田さんのプロフィールをご紹介ください。はい、ではバイオリニストの柴田恵那さんです。熊本県のご出身です。東邦学園大学をご卒業後、バイオリンを広瀬拓、木野正幸、細野恭子各氏に師事、イブリー・ギトリス、ハビブ・カヤレ、エンリコ・オノフリ各マスタークラスを受講。2016年、地元の熊本地震復興支援チャリティー柄コンサートに出演。
また中丸道江スペシャルリサイタルにもご出演なさいました。翌年2017年、第11回セシリア国際音楽コンクールで第4位、そして同年第18回大阪国際音楽コンクールで入選を果たしました。その他フィルハーモニックオーケストラ長崎定期演奏会とザ・シンフォニエッタ演奏会にてソリストもお務めでいらっしゃいます。ありがとうございます。はい、ご無沙汰してますですかね。エナさんにはね、はい、もう本当に大学に入られたぐらいの年代から、音楽マンションを応援していただいてまして、はい、お住まいいただいてますね。演奏を披露していただいたりとかね、いろんなことでご協力いただいてるんですよ。なんか大人になりましたね。ありがとうございます。もう大学も卒業されて、はい、最近はどうですか、活動の方は。熊本と東京と半々ぐらい。そうですね、熊本と東京が多くて、あと旅館とかで演奏したりすることもあって、はい、はい、そうですね、はい、はい、あれですか、こうご自身がこうそういうのっていうのはこうどういうところに仕事行こうとかっていうのは自分でこうどんどん選んでいく、なんかこうお話が来るわけ。そうですね、お話をしてくださる方もいらっしゃったり、うん、自分で企画したりして、うん、はい、そうですね、あと仲間たちと一緒にやろうみたいな、うん、なるほどな、はい、でもこのコロナ禍でやっぱりこう延期になったり中止になったりとか、ああ、そういうことが多くて大変ですね。はい、去年とか1年前は本当にもう何もなくなってしまってたんですけれど、うん、はい、それからしばらくはコンサートができて、またちょっと最近のが延期になったりはしたんですけれど、はい、前にね、音楽家インタビューを受けていただいたときに、はい、こう、うん、いわゆる技術を上げていくことも大事だけれども、こう自分の個性を磨く、でそのためにこういろんな芸術に触れたり違うジャンルの音楽に、触れたりっていうことも大事にしたいっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、そういうことっていうのはこのなんていうか、まあ、いやおなくお休みが多くなっちゃったこの時期ってそんなことでも過ごされてました？あ、そうですね、なんかバイオリンとあと私ビオラも弾いたり、あとピアノはちょっとだけ弾くんですけど、自粛期間中にちょっとウクレレも弾いてみようと思って、ウクレレを練習したり、あと小さい子供に普段バイオリンを教えたりしてるんですけれど、でその教室にピアノの生徒さんとかもいらっしゃって、でなので1年前は全く対面レッスンができなかったんですけれど、教室の他の先生が企画を考えてくださって、そのピアノの生徒さんとか自分の練習してる曲の動画を例えばピアノだったらブルーグミュラーとかを動画で撮って私に送ってもらって、うん、でそれに私がバイオリンパートを付け加えて、うん、一緒に弾いてるみたいにした動画をその子に送ってみたいなことをたくさんやってました。なるほどね、はい、さあじゃあここで柴田さんの演奏をお聞きしたいと思います。アストル・ピアソラ作曲のアディオス・ノニーノという曲です。じゃあ音楽を聴いてからまたお話を伺います。
はい、ありがとうございました。ありがとうございます。この曲はこの作曲者のピアソラが、お父さんを亡くされてね、はい、アディオスノニーノっていうのはこうさよならお父さんっていう曲だそうですけれども、すごくドラマティックに演奏されてたように思います。はい、はい、ここで、これから先に予定されているコンサートの情報などをちょっと柴田さんご自身からご紹介をいただきたいと思います。はい、はい、あ、こちらまず出ました。はい、はい、お願いします。まず5月29日の土曜日に、東京の名曲喫茶カデンツァという会場で、モーツァルトのフルート四重奏の作品を3つ演奏します。今回は私はバイオリンでなくビオラを演奏します。はい、そうですね、管楽器と弦楽器の室内楽ってそんなにたくさんはないんですけれど、はい、フルートとすごい音がマッチしていて、モーツァルトの音楽はとても親しみやすいと思うので、ぜひご興味ございましたら、はいはい、お願いします。それからもう一つ、あ、こちら6月5日ですね。はい、はい、こちらは日暮里サニーホールのコンサートサロンにて開催されるんですけれど、東方大学を卒業した後も私しばらく東方に在籍していたんですけれど、その時に勉強した4人でその時に勉強した曲たちを演奏します。はい、はい、楽しみですね。本当ですね。はい、こちらぜひ、ね、伺いたいと思ってます。はい、もう一曲柴田さんの演奏を楽しみいただくんですけれども、こちらもアストルピアソラの名曲、タンゴの歴史より第二楽章カフェ1930ということなんですけれども、これは1980年に59歳になったピアソラが取り組んだ野心作、楽章ごとに1900年から30年間の間を置いて、タンゴがどのように変遷したかを表現しているということなんですけれども、こ
この、まあ、第二楽章を演奏される、どんなこう思いで弾かれてるんでしょう。そうですね、この歴史というのが、単語がだんだん踊るものから聴くものになっていったんですけれど、うん、それによってそうですね、テンポとかも早かったものがゆっくりのものになってきたり、うん、であとそれによってメロディーがすごい繊細で美しいものになっていて、特にこれはなんか繊細な人の心の動きみたいなのを感じるなと思って、うん、そういうのを音で表現しようと思って演奏しています。この曲はもともとそのギターとフルートのための曲と聞いてますけれども、はい、何かこうその楽器が変わることによってこう表現の仕方とか違う、何かそんなところはどうでしょう。ああそうですね、まずギターとピアノもだいぶ違って、そうですね、あフルートのところをいわゆるバイオリンでやられてるわけですね、はい、そうですね、うん、はい、そうです、うん、そうすると何かこうやっぱり表現でどうなんですか、バイオリンをフルートに近づけるみたいなところがあるんですか。いやでもなんかバイオリンならではの音で私は弾こうって思って、うんうん、はい、やってますね。この、ピアソラさんっていう人はもともとお父さんのやられてるそのお店でバンドネオン、アコーディオンみたいなやつね、うん、あれのこう奏者だったんだけれども、うん、まあそれじゃ飽き足らずにね、こうクラシック的なものも勉強しようということでパリに渡られ、うん、そしてそこでこうサジェッションを受けて、うん、その単語の革命者って言われる、うん、そういう人、うん、でその人がこの単語の歴史っていうのを、まあ、80年代になって振り返って作ったと、うん、まあ、こういう曲だそうでございます、うん、何かこうそういう悠久の歴史をこういう若い方が、ね、もう一度その感覚の中で聞かれるっていうのはすごくこう素敵だなというふうに思います。じゃあ、ここでね、短い時間になってしまって恐縮ですけども、柴田さんとはお別れになります。柴田さんのますますのご活躍をお祈りして、はい、そしてこの、アストルピアソラ単語の歴史より、カフェ9030を聞きながらお別れをしたいと思います。それではお願いします。今日はありがとうございました。
さあ、それではここで越野建設からのお知らせのコーナーです。自宅で楽器演奏を満喫できる賃貸住宅をコンセプトに、越野建設が楽器演奏愛好家の皆様へ向けて展開しているのが音楽マンションシリーズです。現在、楽器演奏対応賃貸として物件戸数国内シェアナンバーワンのブランドとなっています。楽器演奏を趣味とする社会人から音楽大学などで学ぶ学生さんまで、音楽を愛する幅広い入居者さんの支持を背景に、現在38棟が稼働中です。この春には新築物件が6棟完成し、多くの楽器演奏愛好家の皆様にご入居いただきました。さらに来年の春にも新たな音楽マンションが6棟完成を予定しています。楽器演奏を満喫できる賃貸をお探しの方、ぜひ音楽マンションへのご入居をご検討なさってみてはいかがでしょうか。さらに越野建設では、お土地の有効活用を考えの土地オーナー様に向けて、音楽マンションによるお土地の有効活用もご提案しています。音楽マンションは立地にかかわらず、入居者さんに選んでもらえるとても入居募集に強いブランドです。また一度入居していただくと、長期にわたりお住まいいただいているのも特徴です。さらに賃料を楽器が演奏できるという付加価値をつけた設定にできるため、授業性がとても高いことも大きな特徴です。音楽マンションは現在東京を中心とした展開を行っていますが、国内主要都市における建築もご相談いただいています。音楽マンション、ぜひご入居のお問い合わせ、そして土地活用のご相談ともに、越野建設のホームページ、お問い合わせフォームから受け付けています。たくさんの皆様からのお問い合わせをお待ちしています。ということで、以上越野建設からのお知らせのコーナーでした。そしてこれまでの番組のアーカイブは、渋谷クロス FM のサイトからアーカイブで、皆様過去の放送ぜひお楽しみくださいませ。はい、はい、今日もなんかね、あの前半も後半も素敵なね、大活躍する女性のお話でしたね。ですね、女性の皆さん素晴らしいですね。ね、ウィリーグのそういう理念も本当に隔てなく、ね、性の隔てなくしっかりとこう社会を作っていこうって、まあ、そういうのがあるそうですけど、はい、あの来週はね、あの打って変わって、はい、あの古いおじさんにゲストに出てもらいますので、もうね、ちょっとね、あの今日素敵な番組だなと思った人に、ちょっとおじさん違うんじゃないのって言われちゃうかもしれないけど、これはこれでね、いいんですよ。立花屋竹蔵さん、あの落語家の竹蔵師匠にですね、出ていただきたいと思います。音楽の方のゲストは、津軽三味線のですね、駒田紗友さん、まあ、この方もですね、まだあの芸大に在学中なんですけども、大変斬新な取り組みで、伝統芸能の津軽三味線を盛り上げていこうと、まあ、こういうふうにされている方です。はい、ね、5月部、あのすごくこう歩いてても今日も気持ちいい天気でした ね本当ね、熱日のような感じで、半袖でもね、はい、大丈夫でした ね、あのまあ、せっかくこういういい天気だから、ね、外に出て楽しみたいと思いますけど、そうですね、もうちょっと我慢して、そうですね、皆さん、ね、ぜひはい、お家でこのアーカイブを見て過ごしていただけたら、そうですね、退屈しないかななんて。結構14回分ビルの時間かかりますからね。そうですね、はい、今日も、はい、あの音楽マンションプレゼンツライフイズミュージックお聴きいただきましてありがとうございました。次回は5月18日です。またこの時間にお会いしましょう。それではさようなら。ありがとうございました、はい、さようなら。バイバイ。